サイレントヒル2の象徴とも言うべき。ピラミッドヘッドこと三角頭。今回はそんな三角頭が、プレステ2版サイレントヒル2で、活躍したシーンを紹介していくよ。まずは主人公のジェイムスが、3年前に死んだはずの妻メアリーから、思い出の場所で待っていると、手紙を受け取ったことから、ジェイムスはこのサイレントヒルを訪れた。ひとまず、その思い出の場所を目指し、先へと進んでいくジェイムスだったが、訪れた街はゴーストタウンと化し、行く先には怪物まで現れ始めると、アパートを探索していたジェイムスの前には、他の怪物たちとは何かが違う、三角頭がついに現れるんだ。雑音とともに静かに佇む三角頭。何かしてくるわけでもなく、ただじっとこちらを見つめ、とにかく不気味な出会いだった。再びそこを訪れた時にはいなくなっているため、確実に動いているのは確かなのだが、そんな三角頭とは、アパートの一室を訪れると、衝撃の再会を果たすことになるんだ。ヒヤッとする事態になんとか、三角頭を追い払ったジェイムスだったが、今度はアパートの階段へ向かおうとすると、再び三角頭に遭遇してしまうんだ。前回はなんとかしのげたものの、ここでは逃げ場がなく、いきなり戦闘へ発展。重そうな大なたを持った三角頭が、狭い場所で襲いかかってくるんだ。普通に攻撃してみるも、カッチカチの三角頭はびくともせず、近づくと掴んでくることも、銃で撃つと動きを遅くはできるものの、その程度か？と言わんばかりに、こんな狭いとこで追い詰めてくるんだよね。振りかぶる攻撃については避けやすいものの、もし当たってしまうと、漏れなく焦点が待っている。そんな三角頭とは根気よく戦い続けていると、突如サイレンのような音が鳴り響き、何かに導かれるように去っていこうとするんだ。ちなみにその時に三角頭についていこうとすると、
お前は来るなと言わんばかりに攻撃してくるので、いなくなるまで気が抜けないんだよね。それ以降はしばらく音沙汰がなくなるんだけど、その後、病院を訪れた際に、マリアと共に行動していると、奴は何の前触れもなく、いきなりやってくるんだ。背後から重い足音と、何かを振る音が聞こえ、恐る恐る確認してみると、三角頭が真後ろに迫っているという状況に、しかも武器が大なたから槍に変わったことで、軽くなったためか動きが速くなってるんだよね。こんなの逃げるっちゃねえと、マリアさんを盾にした者たちは数えきれないことだろう。その後は刑務所へやってくると、待ってましたと言わんばかりに、しれっと普通にそこらを徘徊してるんだよね。暗いのもあって、なんだ雑魚敵かと思ったら、実は三角頭でしたというのは本当に怖すぎる。そんな奴が徘徊する近くの部屋には、なんとおなたが置いてあり、ちゃっかり入手することができるんだよね。ここで装備を整えていたんだろうか。そして最後はホテルにて、いかにもヤバそうな、セーブポイントがあるところの扉を開けると。I was weak. That's why I needed you. I needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. え、複数いたの？というまさかの展開だが、実はこの三角頭はジェームスが、介護疲れの末に、妻メアリーを殺したことについて、自分を罰してほしいという願望によって、具現化された死刑執行人だったのだ。ここまでジェームスが現実逃避をしていたため、三角頭には攻撃が通じなかったが、現実を受け入れる精神の強さを身につけると、ついに攻撃が効くようになったんだ。そして三角頭に最後まで立ち向かっていくと、まるで負けを認めるように自害して動かなくなったのだった。もう私には必要ない。これはただの死体だ。